一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶライドシェア導入に向けた議論が国内で盛んになる中、県内では問題点を学ぶ反対集会が開かれました。この集会はライドシェア推進の問題点を検討しようと全国自動車交通労働組合石川配託連合会が開きました。ライドシェアとは一般ドライバーが有料で客を送迎するサービスで、日本では白タク行為として法律で認められていません。タクシー運転手などおよそ80人が集まる中、国際運輸労連の浦田誠政策部長が、先進38カ国のうちライドシェアを導入しているのはアメリカなどわずか8カ国だと説明。事故の多発や交通渋滞につながる恐れがあり、危険な規制緩和だと訴えました。日本のタクシーのようにドライバーと事業者が組織的にお客様の安全を担保するという仕組みが全くないのがライドシェアです。白タクとなっているものをですね、合法化してしまうという流れについては、我々労働団体といたしましても大いに断固反対していると。